クライアントと話しながら作っていく過程が一番楽しいです、まあ、大変なのはいつも大変なんですけど、大変以上にそのできた時のお客さんが喜んでくれるのが一番やりがいです。で人とのつながり、今も一緒に仕事したり同級生とかとっていうのが圧倒的に多いような気がするんですよ。でも今仕事していく上で、まあ、先生が何気なく言った一言とかがたまに頭よぎったりするのはすごい今となってはいいかな。下校で4年間学んで、4年間じゃないです、大学院にいたので6年間なんですけど、まあ、学んでいくことによって今の自分があるのはすごく良かったなと思います。環境を学ぶ場所としてはすごく良かったと思います。